プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。スワローズ対カープ、まもなく試合開始というところですが、明治神宮野球場、スタンドはすでにほぼ満員、両チームのファンでいっぱいになっています。今日の放送、解説は栗山英樹さんと大塚浩二さん、実況担当は私、節丸雄一でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まもなくプレーボールです。小さな頭脳派、石川雅規、俊足高打でチームを牽引、ミスターカープとなれ、そよぎ栄進。セカンドへのゴロ、一塁送球、ここでワンアウト。チャンスは俺が作る、東出明宏。ピッチャー持っている球種が多いですからね、なんで来るか気になりますよね。当たりは今一つ、打球はサードへ、これはアウト、これも抑えてツーダウンになりました。チャンスに強い時代のヒーロー、栗原健太。さあ1球目投げた、内角への変化球、これは外れてボール。アウトコース、見逃してストライク。0対0、カウント1エンド1。外角低め、これは大きく外れています。バットを構えます。今日3番に入っている栗原。低めストレート、見逃してストライク。2ストライク、2ボール。マウンド上、迎えるのは先発の石川。マイバッティング、打球はショートへ、抜けた。4番の誇りを胸に、決めるぞ勝利の一撃、新井貴浩。一つ牽制を入れます。もう一度牽制。1回の表、まずは1点が欲しいところ。まずは初球、見逃してストライク。ピッチャーは先発の石川。チェンジアップ、これも見逃しました。ポンポーンと追い込みました。バットを構えます、新井。平凡な当たり、ショートへのゴロ、一塁へ、これはアウト。1回の表、この回のカープ、ランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね、ちょっともったいないと思いますよ。経験豊富な即戦力ルーキー、ストレートはさらに加速中、宮崎道人。シーズン200本安打を達成した神童、青木宣親、打席に入ります。トップバッターは青木。高めいっぱい、これは見逃し、ワンストライク。さあ2球目、外に流れるボール、大きく外れてボール。さあ第3球、打った、打球はショートへ、これはアウト、ワンダウンです。最強の2番バッター、ここに見参、リグス。1球目投げた、低め、これは外れてボール。まずはボールが1つ。第2球、平凡な当たり、
これは内野フライ。簡単にツーアウト。さあツーアウトになりました。ダメ押しの一発を叩き込め、左の長距離砲ガイエル。さあ初球何で入ってくるでしょうか。バッターよく選んでいます。ノーワン。さあ第2球低めいっぱい、これは見逃し。ワンワン。1回の裏ワンワン0対0。高く上がった打球、これで3アウト。1回を終了して宮崎、まずは立ち上がり上々と言っていいんでしょうか。そうですね、みんな苦手なところですからね。そこを3人で行けたんですから、そう言っていいと思いますよ。無我の境地で野球を追求、前田智則。バッターボックスに入ります。前田、痛烈な当たり。第2球投げた、直球外れています。2回の表0対0、カウント1エンド1。うまく当てた、セカンドへのゴロ、これはアウト。これも打ち取った。一振りで決める。打席に起立する剣豪島重信。第1球投げた、当たりは今一つ。ライトバック、フェンス直撃です。さらにセカンドへ、ツーベースヒット。カープ生え抜きの大ベテラン、積極果敢に打っていく尾形光一。低め、この球には手を出しません。さあ2球目、これは逃がした。ツーストライクノーボール。2回の表ピッチャー有利なカウント、これは懸命に下がって、ああこれは取れません。ランナーホームに突っ込む。セカンドランナー今ゆっくりとホームイン、早くも先制。2者連続ヒットになりました。うまく打ち返しましたね。低めを待ったんでしょうね。狙い通りいい当たりが出ましたよ。これは気分いいと思いますよ。石橋を叩いて渡る確実なリード、任せて安心のキャッチャー倉井義和。さあ第1球、これは打球はサードへ。一塁間に合うか、これで3者連続ヒット。さあランナーを置いて迎えるのは9番宮崎。低め、初球は外してきました。ノーワン。2球目インコースへのまっすぐ、これは外れてボール。ノーストライク、ツーボール。バッター有利なカウントになりました。3球目高めストレート、外れています。石川、これはまずいことになってきました。さあ第4球、見逃してストライク。2回の表1点差、ワンストライク3ボール。ここでバント、一塁送球、ランナー二塁三塁に変わっています。ツーアウト、ランナー二塁三塁、バットを構えます。1番そよぎ、アウトコース低め、この球には手を出しません。ワンストライク。ここはきっちりと抑えなくてはいけないところです。高く上がって掴んで3アウト。2回の表を終了して尾形、タイムリーツーベースで先制に成功しました。まずは先制パンチといったところですね。流れは掴んだと思うんで、ミスだけちょっと気をつけてプレーしてほしいですね。
クレバーなバッティングが光るベネズエラの大砲ラミレス。さあ余裕をもらった宮崎、これでピッチングがどう変わるか。この回の攻撃は4番からの好打順です。バッターボックスに入りますラミレス。うまいバッティング、ノーアウトから同点のランナーが出ました。パワー満点の人間機関車宮出隆司。さあ同点のランナーが出ました。低め、これは逃した。2回の裏1点差、ワンストライク。低めストレート外れています。マウンド上宮崎、低めいっぱい、これは見逃し。宮崎追い込んでいます。打席には今日5番に入っている宮出。シュート、バッターよく選んでいます。2ストライク2ボール、打った、打球は1、2塁間へ。2者連続ヒットになりました。チーム野球の体現者宮本慎也。外角、これは逃した。2回の裏ワンストライク、低めストレート外れています。ワンストライクワンボール、ランナー1、2塁。さあ3球目、ここでバント、無理はしません。1塁へ、ランナー2塁3塁に変わっています。ミート力は一級品、野球学博士田中博康。第1球、低めストレート、この球には手を出しません。2球目、インコース外れています。2回の裏、高め、今のはちょっと手が出ないですよね。いいボールです。バッターボックスには田中。4球目、当たりは今一つ、ファールボール、ランナー2塁3塁。これはヒットになった。これで同点に追いつきました。宮崎、同点打を許しています。全ては俺の手のひらの上に。戦う監督古田敦也。さあ勝ち越しのランナーを迎え入れることができるでしょうか。見逃してストライク、ワンナッシング。点差はありません。2球目、いいコースに決まりました。これはいいところに来ましたね。ナイスボールです。バッターボックスは古田。インコース高め、わずかに外れてボール。カウント2エンド1。塁上にはランナーが2人、ワンアウト。打った、ピッチャー危ない、ホームイン。ここでリードしました。2者連続ヒットになりました。宮崎、これでこの回2失点。さあランナーを置いて迎えるのは9番石川、左バッターボックスに入ります。送ってきた、これは切れています。ランナーを進めます。一塁へ、送りバント成功。バットを構えます。トップに帰って青木、低め、これは見逃し。ストライクを一つ取っています。高め、ボール球を振ってきた。2球でバッターを追い込んだ。いい当たり、
自らベースを踏んでアウト。2回を終了して古田、ここまでの MVP と言ってもいいですよね。もちろんそうですけど、残りイニング数を考えるとこのままいきそうにもないですよね。解説者中瀬の展開です。バッターボックスに入ります。東出打った、抜けた、ノーアウトから同点のランナーが出ました。さあランナーを置いて迎えるのは3番栗原、右のバッターボックスに入ります。外れています。ノーアウト、一塁ランナー大きくリードを取ります。塁上はアグレッシブな姿勢が新庄の東出、果敢に盗塁を試みます。これは見ました。ワンワン、1点差。低め変化球、この球には手を出しません。ツーストライクワンボール。マウンド上は石川、集中力を高めます。栗原、低め、これは外れてボール。さあ第5球、スイングアウト、バットを構えます。4番新井、スクリュー、見逃しでストライク。まずはストライクが1つ。2球目投げた、内角への変化球、これも見逃しました。ツーナッシング。3球目、打球はレフトへ入った、ホームラン。新井選手、この当たりはさすがですね。打った瞬間しけやったりっていう表情でしたね。ナイスバッティングでした。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。これで同点、試合が振り出しに戻りました。負けてませんね。強い、このままの勢いに乗って逆転まで行きたいところですよね。ど真ん中、見逃してストライク、ワンストライク。さあ2球目、内角低め、外れています。